バレットガールズファンタジア。ミッションをプレイするよ。さーて、どのショーを始めようか。全身全霊で打ち抜いてあげちゃうよ。とことんサポートしてあげます。混沌をもたらす雷鳴の弾丸。この任務を早く終わらせて料理頑張ります。じゃ、パリキッチに行ってみようか。それ以上はダメだよ。ショーが誰にも見せたことないのに、ショーが全部破損しちゃった。ダメージを受けすぎたの。
初めてです。全部破損しちゃいます。レベルアップです。まあまあ出たかな。地味少しはお金の足しになったかな。まだまだ暴れ足りないよね。この任務を早く終わらせて、料理頑張ります。ちっちゃこれ以上はダメだよ。もう嫌だよ。大変なことになっちゃったよ。誰にも見せたことないのに。
久しぶりに本気を出しちゃいました。最高ランクですよ。一緒にお祝いさせてください。すごい。こんなに地味たくさん買ってくれたけど、メリーナちゃんはどうするのかな。まだまだ暴れ足りないよね。この任務を早く終わらせて、料理の準備をしない、頑張ります。
いいデザインですね。レベルアップです。すごい、こんなにいっぱい出したの。地味なこの調子でバンバン稼がなくちゃ。行くよ、必ず成功してみせるから。夕飯の支度の時間までには戻りたいですね。必ず生きて帰ってきます。さーて、どのショーを始めようか。よーし、行くよ。任務情報を成長した。よーし、どの任務に出撃しようかな。さーて、どのショーを始め、必ず任務情報はしっかり確認しないとね。サボりたいけど異世界だもんね。まあ頑張ってみるんだよ。任務内容に合わせた選択が大事らしいよ。多くの弾をど この武器すごく重たいんだよ。敵をすべて討伐するみゃ。行くよ、時間がないみゃ。切り切り動くみゃ。
Oh!
けてくれみゃWhat?
ちゃん。分かってるじゃん。みゃー、ぶっ倒れちゃった。
わかってるじゃん。みゃー、木が倒れちゃったみゃー。助かったみゃー。すべての敵の討伐を確認、任務成功みゃ。お菓子をたくさん持ってたから余裕だったよ。すごい、調子がいいみたいだね。もっと頑張るといいかも。いやー、強くなっちゃったみゃ。すごい。たまには冒険してみるのもいいかもね。この調子でバンバン稼がなくちゃ。山がこんなに。ここはメリーナの貯金箱みゃ。手に入れたお金は全部ここに溜め込んであるみゃ。これはオークが作ったコインなんだみゃ。これが異形を生み出す原因に違いないみゃ。ん？コインが異形を生み出す原因？そんなことあるわけないよ。銀貨の力は偉大なのみゃ。異形の被害が少しでも減ってくれれば嬉しいんだみゃ。悲しい思いは他の誰かにさせたくないみゃ。このコイン、薬莢と同じ材質の真鍮だね。異形を生み出すとか本当に信じてるのかな。とにかくどんどんコインを貯めるんだみゃ。そうすればこの辺り一帯は平和に過ごせるはずみゃ。メリーナは本当にいい子だね。私もコイン集めに協力するよ。先ね、やめるみゃ。尻尾や耳をもうもうするのはやめるみゃ。メリーナは本当にふわふわするんだよ。にゃ？メリーナどうしたんだよ。何か探してるの？ラドリア姉がいないみゃ。え？ラドリア姉って、ファレンちゃんのお姉さん？先姉に隠し事してたのは謝るみゃ。でもラドリア姉は怪我をしてたみゃ。だって魔導書を盗んだ人で手配書とかに。シルビア姉は悪いやつみたいに言ってたけどみゃ、メリーナにはそんな風には見えなかったんだみゃ。そう、あれは2日前、ちょうど先姉たちがミドガルドにやってきた頃のことみゃ。ドラゴンに焼かれた家を建てな、またドラ、やがてもう本当にびっくりしたみゃ。解放しようと連れて帰ってみると、とっても心細くな看板の手当たり。くんくんくん、キャンプ、ふにゃーそれはこの部屋を先姉に見せるためみゃ。それなら目的果たった。何か大事なことを忘れてる気がするんだけど。帰るみゃ。ミッションをプレイするよ。さーて、行くよ。必ず成功してみせるから。錯乱した時でさえ魔法を自在に操っていた私の王女様やエルフ、この絵魔導書の手がかりを探すため。日の本綾、燃え盛る成長した岬。日の本綾、燃え盛る炎になります。
日の本彩、燃え盛る必ず。さーて、どの章を始めようか。サリアって魔法使いなんだろ。無反動砲を撃ちまくって魔法も使い放題だったら最強のレンジャーになれるぞい。なのでレミにも魔法を教えてほしいのだ。あれ、なんでしょうこの感じ。すいません。ああ、そうだったのだ。記憶が戻ってからでいいのだ。いいですね。まあ私もどうしても教えたいというなら教わってあげてもいいけど。あれ、ユリナさんと月夜さんはさっきの違和感はありません。そうですね、記憶が本当です。実は魔法、やったレミさんに魔法を教えるのは大変。そうですね。ん？なんでさ、よーしお前ら。なんかしゃく。やれやれ、サリアも気を使って大変だな。さーて、どの章行くよ。必ず成功してみせるから。日の本彩、燃え盛る炎になります。アタッカー？あまり気が進まないけど。バディを組むからには頑張るんだぞい。魔法でサポートします。私、援護の方が向いてると思います。うにゃー、めん、暴れたいのだ。抵抗へ行動できる時間が少ないようです。
次第です。敵の増援が現れました。
少しはお金の足しになったかな。必ず生きて帰ってき全身。ここなら攻略方法が見つかる。全身全霊で打ち抜いてあげちゃうよ。成長した岬森の両翼の力を見せてあげる。行くよ。成長した岬森。さーてどのショップ。ミッションをプレイするよ。バレットガールズファンタジー。